はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画始めます。今日はビールです。こちら、5.0 オリジナルっていう、ブラックオリジナルブラック、ラガータイプでフルボディの黒ビールです。甘みと苦みのバランスが絶妙で、控えめな甘さが、麦のロースト香と深いコクを引き立たせます。ドイツ伝統の純なんとかレーを守りつつ、設備の整った近代工場で作ったビールです。若いハートにシンプルにうまい、シンプルにかっこいい、シンプルにドイツビール。原材料麦芽とホップ、原産国がドイツ。容量が 500ml でアルコール度数 5% となってます。こちらが、買ったのが山屋です。うん。山屋で買いました。それでは。これはあれか。別に。あれです。玉が入ってるとかではない。ギネスビールみたいに玉が入ってるわけではない。で、泡も、まあ、当然ながらそこまできめ細かいってことでもないですね。乾杯。うん。ああ、これは、ちょっとさっぱりした感じの黒ビール。てか、ごくごく飲めるタイプの黒ビールっていう感じですね。結構、さっぱりしてる。本当だ、やっぱり。あ、ラガータイプでフルボディーって書いてあるね、普通に。うん。やっぱラガータイプっていうか、個人的にピルスナータイプだなって感じはします。うん。あ、これ他にもあるんですね。シリーズがね。ピルスナータイプのビール。ピルスビールっていうやつとラガービールっていうのもあるみたい。このあれが赤色のやつと、これ黒だから、あれだけ、黒ビールだけ。赤いビールと黄色のやつもあるみたいですね。うん。黄色のもある。あ、結構あるんですね。あんまりコクがない。うん。コクがないんだけど、まあ、あれかな。なかなか、夏に飲みたい黒ビールみたいな。そんな感じ。そんな感じはするね。うん、喉越しがいいというより、さっぱりして、後切れがよく。キレがいい、うん、ビール結構美味しいです。ああ個人的にこうしつこい感じの黒ビールって結構今まで飲んできたけど、なかなかこういうさっぱりタイプの黒ビールっていうのはあんまなかったかな。ので、まあ逆にちょっと
おおって感じ。しかもこれ結構値段安いんですよ。500ml でね、確か333円ぐらいだったんです。3本で1000円とかのセールっていうか山屋で売ってるんですけど。500ml で333円ぐらいだから、まあ、そんなに高くもないとは思います。うん。美味しい。結構美味しいですね。この他のこのラガービールってやつと、とかタイプのやつとか飲んでみたいですね。この5.0シリーズ。この 5.0 じゃなくて、これ点じゃないんだよ、多分。コンマ。5.0。コンマじゃねえな。これなんだろう。カンマっていうの。わかんない。多分点じゃないんだよね。正式名称が全くわかんないけど。少なくともドットじゃない。ドットっていうか、なんていうのかな。5.0 とかの小数点の点じゃないんですよ。多分。多分ね。多分、カンマっていうやつ。コンマじゃなくてカンマだ。カンマってやつ。おそらく。お、これ飲んでる人いるね。あれ？ピルス？ちゃうな。あれ？オリジナルピルスビール。この他のタイプ飲んでみたいですね。ちょっと。うん。うまい。結構美味しい。久々にこの黒ビールっていうか、黒ビール飲んだな。てか、黒ビールというよりビール久々に飲んだな。ビールの泡苦手なんですよ。うえ。関係ないけど最近さ、どっか出かけて、帰ってきて、で、うがいするでしょ。まあ、ねえ、ねえ、するじゃん。で、すると、吐き気がするんですよ。でね、医者も言ったんだけどね、最近それがひどくて、もう吐き気がして、うえって出す。まあ吐いちゃうのが結構あって、それがまあいわゆる、引っ越してから、引っ越す前は全然なかったんだけど、引っ越してからなんですよ。だから引っ越しのストレスとかで、なってるっていう可能性もあるんですよ。ググったら。そういう、あれもある。で、あとなんか内臓の、あれが、
なんか、やられてるという可能性もあるって書いてあったんで、ちょっと怖いんです。本当に吐き気がするんですよ。今までそんなことなかったのに。うがいすると吐き気がする。で、吐いちゃって。あ、なんなんですか。医者に行って吐き気止めと、なんか、もろたけど。で、あと、下痢ですね。まあ、いいや。下痢。下痢がすごくて、そう、下痢止めも一緒にもらったんですけど、そのせいかもしんないって言われてて、もう下痢がすごくてね、一日ね、20回ぐらいでもないか、十数回トイレに行ったんですよ。十数回でもないか、十回ぐらいトイレ行ったんですよ。でね、行き過ぎてね、下痢ってね、ググったらね、アルカリ性らしい。で、アルカリ性って、皮膚を溶かす、まあ、溶かすんですよ。だから、それで下痢って、すごい肛門が痛くなるでしょ。だから、それが原因で、痛くなるらしい。でも、ものすごく痛くて、本当に尋常じゃないほどケツがね、10回ぐらい下痢すると、尋常じゃなくケツが痛くてね、やばかったんですよ。マジ、うおーとかって言ってね、本当に悶絶してた。本当に、恐ろしく痛くて、うおーとか言いながら下痢して、うおーみたいな。うわ、きょわーみたいな。本気で、あれ、人生初めて味わったね。下痢。1日10回ぐらいしたの。1日10回ぐらい下痢すると、本当に恐ろしいほどケツが痛くなるんですよ。恐ろしいほどケツが痛くなって、本当に悶絶して、体反りながら、うわーってこうやって、いてててててて、うわかーとか言いながら、悶絶、本当に悶絶してね、すげー痛いから、マジで。で、ググったところによると、なぜ家、アルカリ性になるかっつうと、なんかどうやら腸の液、腸液っていうの？腸液っていうやつが、まあ、液体ですね。それがもろに出るらしいです。下痢だと。もろに排出されて、便の中に入るらしいんで、そういう理由で、アルカリ性になるらしい。ってのをググったら、そうらしいっていう。いや、本当にすげえ痛いよ。結局皮膚が溶けまくってるから、ものすごい。冗談じゃない方、痛い。下痢止め取ったから、飲んでいくから、だいぶ良くなったけど。恐ろしいだよ。マジで。本当に恐ろしいだよ。まあ、便秘は便秘できついけどな、確かに。下痢も下痢できついで。便秘は便秘でな、すっげえ硬くなったうんこが最終的に出るんやけど。それを通るときに、ケツの穴が、硬い便を出すことによって、すっげえなんつうかな、ケツの穴があれやね、裂けるんですよ。だから、俺、痔なんですけど、痔の原因は結局、便秘なんですよ。便秘で、固まった便を出すときに、あれするパターンね。裂けるとか、そういうパターンで、切れ痔かなんかだと思うんですけど。俺、痔なんですよ、ね。ケツの穴のあたりが、ほんとやばい、ね。まあ、でも、まあな。
まあ、どっちが便秘がいいか下痢がいいかっていうと、ってなるけど、でも実際まあ下痢もきついっすよ、本当に。俺なんて会社行く時とか下痢になるんですよ。ストレスとかで。ストレスで下痢になるタイプなんで、会社行こうとして、うーって腹痛くなって、みたいな。本当にあれは困る。だから、便秘の人はまだいいと俺は思ってます。俺は本当に。下痢もなるし、便秘もなるんだけどね、俺。ただね、男の人はね、便秘、じゃねえ、なんかそういう病気らしいですね。ストレスで下痢になる人って。男は下痢になるらしいんだけど、女はね、便秘になるらしい。どうやら。そのストレスで。会社行こうと思って、行きたくねえなーってなって。で、男は下痢なんですよ。女は便秘らしいです。ただね、下痢はきついで。お前、例えば、会社行こうと思って、うーってなって、下痢やから、もう、無理やねん。絶対どっか行かないといけない。だから俺、前あったけど、だから、電車で乗ってて、うーってなって、そこらの駅で降りて、出して、みたいな。それで遅刻みたいなの、あり得るからね。だから、便秘の人はまだ、いいですよ。下痢の人に比べると。本当に。そういうのが本当に困るんですよ。下痢の人は。本当に困る。マジで。会社にさ、それでお前、あれやで。下痢してて、遅刻しました、みたいな。一番嫌だよね。一番嫌だよ、そういうの。もう嫌ですよ、本当に。勘弁してくれって。本当にさ。だからね、酒を飲むとね、酒飲みの人はね、下痢になりやすい。っていうのはよくあるんですけども。まあ、あるんだよね。確かに。次の日、俺も、この話でいくと、酒飲んで、こういう、酒飲み動画とか撮ったりすると、大体次の日がものすごい下痢になってて、事実、その酒飲んだ次の日に、ものすごい下痢で10回以上行ったっていうのが、あれ、その時なんです。酒飲んだ次の日。もうどうなってんだって。感じです。あ、ちなみに最近なんかどうでもいいんだけど、どうでもいい話するけど、あれです、ね。こちらデスクトップの背景を、これは誰でしょうか。ラブプラスのネネタン。ネネタンと僕ちゃん呼んでますけど。ラブプラスの姉ヶ崎ねねっていうキャラなんですが、以前からもうずっと好きなんですけど、はい。ずっと好きなんですけどね、ただラブプラス自体はね、あんまり好きじゃないんですよ。ゲームのラブプラスはあんまりやっても面白くないんだけどね、キャラとしてはすっごい好きなんです。で、この人の声優がね、この人の声優が、俺が大好きな声優の皆口優子さんなんです。あれ皆口優子さんだっけ陽子さんだっけ俺そこら辺詳しくないんです。俺声優詳しくないからわかんないけど。皆口優子。あ、優子っぽいな。優子。優子っぽいですね。あ、優子です。皆口優子さん大好きなんです、僕は。本当に大好きで。
この人のあの、ブルマンでね、ブルマンじゃ、ドラゴンボールのね、ビーデルの時から大好きで、もうで、この姉ヶ崎ねねさんのね、あの、ボイスのね、もうやべえ、合ってることは合ってる。合ってることこの、この上ない。ハティーンですよ。二十歳未満の男の子は、女の子の3倍、列車事故に遭っている。女の子の4倍、自動車事故に遭っている。やけどは2倍、ガス中毒で3倍。上からの落下物にぶつかってしまう男の子は、なんと女の子の10倍。え？男の子の皆さん、生き延びてくれてありがとう。峰口優子です。え？そうなの？二十歳未満の男の子は、女の子の3倍、列車事故に遭っている。女の子の4倍、自動車事故に遭っている。やけどは2倍、ガス中毒で3倍。上からの落下物にぶつかってしまう男の子は、なんと女の子の10倍。男の子の皆さん、生き延びてくれてありがとう。峰口優子です。え、なんでだろう。え、なんでだろう。男？それ男関係あるか？関係あるかっていうか、上から落下物で男が死んでるってことは、男の方が多分注意力があれなんじゃない？ないんじゃない？下手すると。血液型が A 型で、身長が157センチか。ほんとこの人の声優の、てか声がすごいいいですよね。うん。恐ろしいっていうレベルだもん。ぶっちゃけた話。だってこの人今49歳なんですけど、あれですよ。49歳って思えないよね、この声ね。どうなってんだっていうの。本当にあの、ぶっちゃけな話、20歳ぐらいですよ。ああ、すげえな。で、関係ないけど、ビーデルも大好きなんです、僕は。僕、ビーデル大好きなんで、ビーデルもね、あの、大好きなんですよ。ドラゴンボールのビーデルもめちゃくちゃ好きなんです、これ。ビーデルも大好きだし、あと、あの、パン。あの、ご飯の子供。パンも大好きなんですよ。まあ、ビーデルの子供ですね。もう大好きなんですけど。ビーデル可愛いよね。パンも可愛いけど、ビーデルも可愛いよね。パンも可愛い。うん、まあ、パンは可愛いけど、うん、まあ。うん。あと関係ないけどね、テイルズ・オブ・エターニアのファラっていうキャラ、まあヒロインなんですけど、それもね、あの、皆口優子さんなんですけど、ボイスが。この人大好きですね。ファラも大好きなんですけど、だから、皆口優子さんのね、声優のね、キャラ、大体俺好きなんですよね。大体っていうか、むしろ大体っていうか、全部好きなんですけど。だからそれは多分皆口優子さんが好きだからっていうことなんでしょうけどね。それはあると思うね。だから今回のそのラブプラスのあのねねさんも大好きなんですよ。そういうこと。一番ね、ビーデルのね、好きなのがね、あのショートヘアよりも結婚した後のビーデルが好きです。俺は。この微妙なこのなんかね、あの、ショートヘア。で、ちょっとこう、大人びた感じのショートヘアっていうのが好きです。ご飯と結婚した時の、その、結婚した後のその、あれが好きですね。ビーデルの、が好きです。ほんとやべえよな、これ。
こいつなっていうか。稲口優子さんのはやべえよ、マジで。本当にやべえ。この人、本当にやばい。ただいまマイクのテスト中。ピコン、ポーン、ピンポーン、チャチャーン、ヤッホー、ブッブー、ボカーン。コンピューター起動したよ。Windows 起動したよ。今日頑張ろうね。いけるいける。Windows 起動しました。いけるいける。Windows を起動しました。Windows 95を起動しました。ようこそ、私の Windows へ。前方システム起動。前方システム起動。コンピューター終了するね。Windows を終了するね。今日も一日お疲れ様。Windows を終了いたします。Windows を終了します。Windows 95を終了します。作戦終了。前方システム解除。アプリケーションを起動するね。アプリを起動いたしました。これすげえな。アプリケーションを実行します。アプリケーションを終了したよ。アプリを終了いたします。アプリエラーでございます。アプリケーションエラーです。インストールを開始いたします。インストールが終了いたしました。システムエラーでございます。システムエラーです。あら？何かモードがおかしいのかしら？なんだか変です。システムがおかしいのではないでしょうか？それはどういう意味なのでしょうか？ご忠告いたします。警告します。そんなことありえませんわ。了承できないのね。悪いことは言わないわ。それ以上はやめた方がいいと思います。やめてください。そういう冗談は嫌いです。なんでこうなっちゃったのかしら。なんだか体がだるいの。少し休ませてもらえると嬉しいんだけど。あ、いけない。あまりの感動に処理をやめてしまいましたわ。あ、それ以上いじられると。もう、ダメです。なんだこれ。え、ビーデルの声優変わった？ビーデルさんの声が変わってるなんて絶望した。ビーデルさんの声が違う。だとビーデル声変わってる。異変。ビーデルの声が違和感ありありだわ。ビーデルさん声優さん変わった。あ、ドラゴンボール変えたとビーデルの声変わったんや。ビーデルのこれじゃない感覚。ひでえ。誰だこいつ。誰やねんこいつ。こうしてドラえもんのようにどんどんあれか変わっていくのか声優は。ということで、まあいいや。もうだいぶ、あれや、時間経った。コクはあんまりない。甘みも、まあないじゃない。香りはある。カイドウは、うん、まあ、美味しいんで、これはそれなりに買いだと思います。2144です。ご視聴ありがとうございました。